で、もう今パス出した人はすぐ黄色の方行って、で、次の人がボール決める。で、ぐる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 もうずっと回ってくる。で、黄色いコーン相手だと思って、ちょっと試合見たりとか、まあ、練習も見てるのもそうなんだけど、やっぱこう相手からしっかりこう離れる。今日はちょっと苦手だから、ボールにこう寄ってったりするのはだいぶできるんだけど、相手から離れたりとか、味方から離れたりっていうのができないので、ちょっとこう相手から離れて、はい、コントロールしてボール入れる。で、相手からしっかり離れられるように。で、それと、あと見る回数ね、あと見るタイミングと、動きながらできたら1回、ボールのこの移動中に1回、こう見れると、の頭の中でしっかり情報が入るから、まあ今相手はいないけど、このボールの移動中だったり動きながらで、まあ、最低でも2回ぐらいは見れるよ。でその中でパス&コントロールがぐる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 できる。やってる。はい、じゃあボール2個で。結構周り早いからね、きっと。パス出したらすぐ黄色いコーンに行かないと間に合わなくなっちゃう。大丈夫。こっちに人数多いです。やばいじゃない。大丈夫。おお、人数合わせておいた方がいい。大丈夫。8人ぐらいがちょうどいいかも。いなければいないで、その分周りが速くなる。大丈夫。ありがとう。はい、じゃあ行こう。うまーっ。もうすぐ来るよ。はい、準備して。はい、おー、はい、今慣れて、今慣れて、また右回りも戻すんだけど、ちょっと開いた時に今黄色いコーンがもう空いてたから、ここのところを右足